今日は野宿ってことで。エグニス、何か策は？策というほどではないが、この人数で正面からは攻められない。潜入するなら深夜だ。敵に気づかれるまでの時間が少しは稼げる。それまではできる限り基地の情報を洗おう。レガリアの場所にも見当をつけておきたい。入手した情報を分析し、潜入方法と位置を確定する。そこら辺は頼んだ。いよいよレガリア奪還作戦だね。なかなかのもんじゃねえか。見直したぜ。楽勝だったね。結果的にはあれ、久しぶりだ、ノクティス。リブス、雷神の啓示を受けたか。それが何を意味するかも分からずに。おい、動くなよ。お前もなんかやばい。
誰も叶わなかったというのに、選ばれし王たる男がこうも無力で愚かだとは。じゃああんたは何やってんだよ。なんで帝国軍でルーナまで狙って。敵の将軍に何を聞いている。盾のつもりか。分かってんじゃねえか。脆い盾は踏み台にもならん。ここで死ぬなら、それが世界の運命。はい、そこまでにしとこう。おう、大丈夫？何が？助けに来たよ。何を言っている。軍を帰らせるってこと。てめえ、ふざけてんのか。次に会うのは海の向こう。うちもあそこの水神様に用事があってさ。ねえ、それじゃあね、王様、良い旅を。知り合いだったの？レイブス様。レイブスはルナフレーナ様の兄上だ。街道の混雑、混乱を避けるため、緊急性のない移動はしばらく控えてほしいと注意を流しています。ルナフレーナ様のお兄さんでしょ？前の将軍は王と襲撃の際に死亡したそうだ。テネブライの人間が最高位か。一体なんで将軍に？知るか。戦うとなれば脅威だな。ああ、レイムス将軍とか。ここで降りるぞ。行こうぜ。よし、歩いていくか。無事に済んだな。
座ってみますよ。時間をかけるな。ああパパパパン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 パパーン。でかっ。随分上機嫌だな。帝国の宰相とはどうも縁が切れないな。やたら合うね。そろそろうざいわ。ここは気持ちいいな。そうだな。よし、着いた。やっと人のいる場所に来られたな。グラディオ、やられたとこ大丈夫？平気だ。そうか。どうした、イグニス？新しいレシピを思いついたぞ。へえ、楽しみだな。
でかマジかよ。ホテルのベッドにダイブして。俺もグラディオ、悪いけど今日はキャンプ無理だわ。で、どこ行くんだ？俺、もっと写真撮るの上手くなりたいからさ、かっこいいノクトを撮るってのに挑戦したいんだよね。は？すでに十分かっこいいだろ。いいね、ここにしよう。じゃ、ノクトはかっこいいポーズしてね。は？は？それじゃあ行くよ。いいね、もう一枚。はい、チーズ。ラスト一枚。はい、とっておきのポーズ。
よっしゃ、いい写真が撮れたよ。てか、それ何に使うんだよ。え、実はさ、ルナフレーナ様にお会いした時に渡してあげようかと思って。じゃあまあ別にいいけど。おかげでかっこいいノクトが撮れたよ。ありがとね。次は可愛いルナフレーナ様を撮ろうっと。ちょ、おい。うん、おお、きた、すげえのかかってんぞ。何してんだよ。